実はまだあるでしょ、メンバーエピソード吸い上げましょう。吸い上げましょうということで、これもうちょっとすごいです、土田さん、はい、先日衝撃のスタッフさんも衝撃の事件が起きまして、なんか僕もさっきちらっと前室で聞いたんですけど、はい、衝撃、僕も衝撃でした。会長が、ゆう会長が「ラビット!」ですかあれね、はい、「ラビット!」で実家にリムジンがあったっていう発言をしていたという。なんで言われんだよ。そしててんちゃんも世界丸見えで、小学生の頃に交通事故に遭い軽い記憶障害が起きたという。なんで言われんだよ。何年も一緒にやってんのに。でスタッフさんはもう愕然とする衝撃を受けるとともに、はい、もうそんな思いは二度としたくないということで、今回はもう箸を忍んでですね、正面からまだ出してない隠してるエピソードあったら教えてもらえないか、教えてもらえないことを皆さんにこれ投げたんですね、はい、ということで、まだまだ隠してるエピソードがないかメンバー全員に緊急アンケートを実施、教えてもらえないことを皆さんに。